と底におるあの忍び、特に加勢などしておりませんが、構わぬのでしょうか。大事ない。刀もなく気力すらない。奴はもうただのふぬけよ。月見やぐらが今宵も月に照らされておる。巫女様はまた月明かりで書をお読みかの。そうじゃな。まだほんの子供というに囚われとは気の毒なことじゃ。ああ、源一郎様も何かお考えがあるのだろうが。狼よ、傷を負っておるようだな。そうだ、そなたにこれを託そう。薬水の瓢箪だ。これで傷を癒してくれ。さて、そなたの体、その後大事はないか。その後とは？あの世のこと覚えておらぬのか。はい。いや、司祭は後にしよう。今はこのアシナの城を脱さねばならぬ。御意。堀沿いに進んだ橋の下に城外への抜け穴がある。一心様よりそう聞いたことがある。まずはその橋下の抜け穴を見つけてきてほしい。見つけたらそうだな、足の羽笛で合図をくれるか。ほら、昔聞かせてくれたであろう。こうピーッとな。その音を頼りにそなたのもとへ行こう。
橋の下、堀のどん詰まりに抜け穴があるじゃろ。あそこも見張りせよとの仰せじゃと。なんとも限界なことじゃ。戦が近いのかもしれんの。この城を出て、いずこへ参ろうか。まずはアシナの国を離れるか、あるいはどこかに身を隠すか。そなたはどう思う？御意のままに。御意か。そなたは変わらぬな。は。いや、懐かしいと思うてな。さあ、参ろう。久しいな、巫女よ。叔父上の墓前以来か。足の源一姉さん、名は何と言え、その目、差し爪、忍に敗れた狼と言ったところか。言えぬ。それが忍びじゃな。わしは仏を掘らなきゃならん。お前さんはお前さんで好きにしな。何故俺はここにいる？ただ拾ったのよ。屍かどうかもわからぬものを野良犬に食わせてやることもあるまい。
どれほど俺は眠っていた。お前さんを拾ってから随分経つぞ。そうか。じゃが主の主はまだ生きておるぞ。アシナの城で囚われとなっている。だがすぐにもその血を利用されちまうだろう。お前さんを見ればその価値は十分にあろうというものじゃ。この左腕、俺に何をした？そいつは忍び義手、石腕の狼にはおあつらえ向きの牙じゃろうて。仏を掘るには無用でな。お前さんにくれてやる。忍び義手、そいつはただ失った腕を補うもんじゃない。任務を見つけたらわしのところに持ってくるがいい。任務だと？そうか。察しがいいな。任務を持ってきたら忍び義手さをすりゃ、その義手のありがたみがわかるじゃろうさ。うん。喋りすぎたな。行きな。巫女様の血が利用されるとは、どう？わしも詳しいことなど知らん。ただ、流院、そう呼ばれる特別な主の主は、それを持っておる。それゆえ巫女様は、付け狙われる。お前さんの体が妙なことになっておるのもそのせい。お前さんもそうじゃが、この荒れ寺にはお寺を出て右手の広場にもそうしたも妙なことになっておる者同士気が合うか。その優しい顔の仏様はわし誠の仏師がおられたものだ。人が己の内にあるものと向き、己の内にあるものとは、怒り、悲しみ、そういったた。誠に流因の力、この目でしかと見ることに。何者だ？エマと言います。去るお方に。去るお方とは？すみませぬが、主の命にてただあなたを助けよと、そう仰せつかっています。信用しですが、私は主の命を果たさねばならぬのです。あなたが持っている役、それは薬師として。たすでは、ま、見ぬ顔だな。そこもと、名は？名乗られぬか。だが腕や忍びの技ならば、あるいは、そこもとよ。ぜひそれがしと立ち会ってもらおう。
やはり死なぬわな。そこもとの立ち筋、見事なものであった。それがしをかように従前に殺した者。そう、お主は死なず、死ねぬので、ただここにおるのだ。そこもとはこのような荒れ寺で何よ。随分と眉間にシワが寄っておる。そこもとよ、それがしを使い刀の修練をせぬか。お主の使命を、死ねぬ体ゆえ幾度でも切られてやれるぞ。どうじゃ。承知した。よし、ではやろう。刀を振らば気も紛れるというもの。また来る、そこもとの技の試し。
手に入れた。任務か。ああ、忍び騎手は騎馬じゃと言うたが、任務を仕込むことでその騎馬は形を変えることができるようになる。仇立てならば打ち砕き、素早き敵ならば仕留め撃つ。仕込んだ任務が増えるだけ敵を殺す、殺す相手なりの殺し方を持つ。そういうことじゃ。随分と詳しい。いかんな。いつまでも血生臭いことを言うておるから、仏の顔も鬼になるのよ。どれか。そこにある優しい顔の仏様、そいつには妙な真似を。
うお、伊之助か、せがれよ。若様を見なかったかな。せがれではない。伊之助、またそのような。そなたはわしがおかしくなったというが、さすがにせがれを間違えるわけなかろう。まあよい。せがれよ、この鈴をそなたに託そう。若様のことを案じ作った守り鈴じゃ。この守り鈴を仏様にお供えしておくれ。誰ぞ。ああ、その声、いや、まさかな。ご神、我が名は野上伊之助。どうか、そこのあばら屋、私の母なのだが、狂ってしまい。お主の母に会ったぞ。鈴をもらった。そうか、母はその鈴を上事のように。Ugh!